皆さんこんにちは。私たち桜シンデレラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回私たち桜シンデレラから皆様にご報告がございます。はい、はい、この度桜シンデレラチャンネルは動画の企画を大きく変えていくことになりました。イエーイ。はい、ということで私たち桜シンデレラ YouTube も急に動かし始めたりとか、まだまだ私たちのことを知ってるので見てくださっている方も多いと思うんですけれども、私たち桜シンデレラがなぜ YouTube を始めたかについてしっかりお話しさせていただきたいと思います。はい、ということで私たち桜シンデレラは結成してもう5年以上経つんですけれども、毎日劇場公演を行っていて、もっと多くの方に桜シンデレラの魅力、うんうん、面白いところ、うん、その部分、うん、もっともっとたくさんの方に見ていただきたいなという思いがありまして、うん、劇場公演だけでは行えないこととかも、うんうん、なんかどうにかいろんな方に見てもらいたいなと思い YouTube も始めて約5ヶ月ちょっと経ったんですけれども、もっともっとメンバーの面白い部分とか、うんうん、なんかその部分、うん、弱い部分、それに挑戦していく姿を見せていきたいなということで、YouTube の企画をもう企画ごと大きく変えていっちゃおうということになりまして、はい、私たち桜シンデレラチャンネル動画の企画を大きく変えていこうと思います。私たち桜シンデレラはあの場所というのを目標にしてます。あの場所って言われるとなんかちょっと抽象的で、見てる皆さんハテナってちょっとなってしまうかもしれないんですけど、私たちやっぱりアイドルとして活動してる以上はやっぱり大きな場所でライブをやりたいとか、たくさんの方にやっぱり日本中みんなが知ってるようなアイドルグループになりたいとか、そういう目標があって、はい、夢や目標があってやってきて、今は劇場で日々活動して、まあ、ワンマンライブもたまにやらせていただいてるんですけど、はいはい、やっぱりそのワンマンライブの規模も例えば1000人規模ゼップのような会場だったり、それができたら1万人、はい、武道館とか、はい、だったり、もっともっと例えばその先にはアリーナ、はい、あと全国に回ったりとか、大きくドームとか、はい、まあゆくゆくは世界とか ね、まあ、いろんな、まあ、どんどん皆さんとそういった夢を積み重ねていきたいなって思っていて、皆様と歩んで積み重ねていった中で見えてくるなんか最高の景色があの場所かなって思って活動してるんですけど、やっぱり今劇場主に活動していて、劇場の周りにいる人っていうんですかね、はい、あの関東に住んでる方とか、はい、私たち知って見に来てくださって本当に応援してくださる方たくさんいるんですけど、やっぱり私たちのことを知らない人にたくさん知っていただくためには、やっぱ YouTube で、はい、はい、あの不特定多数の方にたくさん見ていただけるこの YouTube を私たちがめちゃめちゃ頑張って、はい、この子たち頑張ってるなとか面白いぞって見てもらえたら、本当にあのもっとたくさんの方に知っていただいて応援したいなって思ってもらえるグループにしていくために、 YouTube は本当になんか大切な、はいはい、コンテンツだなと思って本当に力を入れて頑張っていきたいので、私たちいろんなことにチャレンジしていくので、今応援してくださる皆様も、今たまたま動画を見てくださった皆様も、はい、本当に応援していただけたら嬉しいなと。それで私たちと皆さんとであの場所を目指して駆け上がっていけたらいいなって思ってます。はい、はい、そのために私たちも精一杯努力します。なので今まで以上にあの体を張った企画などをして見てくれてる視聴者さんの皆さんの期待に応えられたりしていって、あのそうですね、劇場に足を運んでくださる方やチャンネル登録をしてくださる方が増えて、あの皆様とあの場所へ行けると強く思っています。はい、そしてですね、この YouTube のチャンネル登録者数とかが増えると、やっぱり私たちもやれる企画がどんどん手の込んだ企画にチャレンジできたり、もしかしたら他の有名な YouTuber さんとコラボできたり、私たちの活動の幅も広がっていくので、皆様ぜひぜひチャンネル登録などして、はい、ご協力していただけると本当に嬉しいなと思います。はい、ということで YouTube に関しては具体的な目標を設定させていただいて発表させていただこうと思うんですけれども、具体的な目標その1、どどん、7月までに登録者数1万人、
そして具体的な目標2つ目今年中、2020年中にチャンネル登録者数3万人この2つを目標にしていきたいと思います。イエイ。はい、ということで今回はとっても真面目な動画となってしまったんですけれども、これから皆様にこの桜シンデレラチャンネル今まで以上に楽しく、そしてメンバーの素の姿、頑張っている姿をお届けしていきたいと思いますので、これからも動画桜シンデレラチャンネルよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで締めたいと思います。以上、私たち桜シンデレラでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。はい、また今 LINE アット登録してくださった皆さんにチェキ無料券をプレゼントしています。ライブ情報や特典情報も配信しています。 Twitter もやっているので、そちらもぜひぜひチェックしてみてね。よろしくお願いします。バイバイ。